はい、どうもこうでございます。はい、前回の続きをやっていきたいと思います。で、まあね、まあビリケンさんのところに行くっていう形なんですけども、まあ真島のね能力強化を、先にしときました。で、まあしのぎもね、クリアいたしまして、全部ね、はい、まあ、獲得してない、あれもあるんですけど、一応キャバクラ、全部制覇しております。まあ、キャストはね全員揃ってるわけではないんですが、まあ、全部ね、クリアして、スタイルでね島野の強肩を、覚えることができました。まあ、この画面でね、四角ボタンを押せばこんな感じで、変わるんですけども、まあオンにすると、まあ、戦いがね島野の強肩のみになるという形になります。で、ダンサースタイルは全部、強化済みという形で、まあ、喧嘩師も、まあ、まだあれね修行をしてないので、ここはやってないので、まあ、強化できないんですけども、まあ、島野の強肩もね強化してあります。ここをどうやって解放されるのかちょっといまいちわかんないんですけど、とりあえずはできる限りね、お金のある限り、まあ今これも強化しとこうか、まあ、できるんだけど一応10億くらい、残しておきましょう。こんな感じで攻撃力増加、体力、ヒートゲージ上昇率、まあ、結構体力に関してもねこれ、上げたんですけど、ほんとちょびっとだけしか上がらない感じなので、まあ、レベル1って右下に書いてるんだけども、まあ、レベル1以上あるんだろうね。これ多分全部やり終えたらこの封印解いてね、まあ、まだ、その辺はよくわからないんですが、とりあえずこれでねやっていきたいと思います。島野の強肩でね、さあ行きましょう。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっつい互角人捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷の英たちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。こらこらこら。
マジマ君やないか。どないしたん。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないが。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん、あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買ってきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。すげえ警察署だな。まああのグラップラーバキとかにもありそうなオリバーのあれみたいな感じだね。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ、せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで真島君。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。
楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。まさかの獄中での喧嘩ですかい。刃物持ってるやん。まあ俺も持ってるけどね。さあ島野の巨剣、おなじみの真島さんのスタイルですね。また足に刺さるんですか。痛い、超痛い。いや、それより足だよ、痛えのは。さっき刺さったやん。なんだなんだ、すごい走ってるぜ。刺された。島野の強肩スタイル強え。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連、東条会の直系組織や。東条会直系、アホな。日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東条会の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル、数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東条会の勢力が二つも誠狙っとんの。二つ、俺に誠を殺すように命令出したんは島の親父。島野っちゅうと東条会の島野か。なあ、セラも島野も東条会や。ほんなら東条会ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は
堂島組の渋沢中若頭補佐や。堂島組？せや、これまた登場会の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部登場会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、登場会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。登場会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもわしゃ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。なんや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。
いや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。お茶。逃げや。西谷。なやねんな。お茶。お前。ビリケンさんには用をしてもろたんですがね。娘が大学行きたいなんていうもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まこと地を女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。さあ、11章が終わりました。西谷かっこよかったな。5000万ね、しのぎで稼いだのが9億と、まあ、キリュウと比べればね、少ないんですけども、まあ、なかなか、かっこよかったですね。西谷一緒に行くかと思いきややっぱり真島一人で行かなくてはいけないというね。まあ、11章終わりましたんで、またまたねちょっと短いですけども、キリがいいのでここで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。